Fight for your freedom!はい、鳥越あずり FM を皆さん、皆さんじゃないか、ご覧の皆さん、こんばんは。毎週金曜夜10時にお送りしておりますプロレスリングフリーダムズ冠番組、ファイトフォーヤーフリーダム。今日はですね、ゲストに葛西潤選手をお招きして目いっぱい、いろんなことを話してみたいと思います。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お呼びいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、MC はですね、毎週同じように私、プロレスリングフリーダムズ代表佐々木隆が務めさせていただきます。今日はですね、まあ、せっかく葛西潤選手をお呼びしましたので、ね、まあ、来週ね、ちょうど1週間後に迫りました、ブラッドクリスマス後楽園ホール大会、葛西潤プロデュースですね、毎年恒例こちらのお話も含め、はたまたですね、先日記者会見を行いました。そこで、発表しました葛西潤からの重大発表、はいはいはい、ありましたね。ありましたね、はい、世の中ざわつかせましたね、はい、いろいろありますね。もう引退するんじゃねえかとかねいろいろ言われてますけど、はいはい、皆さん眠れない夜を過ごしたかと思いますが、はい、その重大発表の内容が、まあ、実はあの葛西潤自伝本、はい、クレイジーモンキーの発売と、葛西潤ドキュメンタリー映画共演、はい、こちらの公開と、はい、いうことで、まあね、葛西ファンの皆さんも本当にほっと胸を撫で下ろしたどころか、もう大興奮で逆に寝れないと、おーおー、はい、そういうね、夜だったのではないかと思います。はい、はい、それも含めてですね、いろいろ、本人がですね、まあ、そう取材を受けたり、ね、あの密着されている中でどういう、ね、あの思いがあったかとか、どういう体験をしたかとかですね、いろいろその辺もほじくり返してですね、いろいろ聞いてみたいと思います。はい、今日も最後まで50分間よろしくお願いいたします。はい、ではですね、あの毎週ご説明しますけど、今日もですね、こちらのスタジオ内はあのトレイル君、はい、おぞんそう出ております。はい、しっかりあのコロナ対策しておりますね。画面上見にくいかもわからないですが、2人の間にはね、あの透明のあのボードもありましてですね、ちゃんとしっかり感染症対策しておりますので、皆さんあのご安心の上、ご視聴ください。よろしくお願いします。ではですね、今日もあの聞きたいことがいっぱいあるので、もう時間はもったいないんで、もうどんどん行っちゃいましょう。はい、はい、まずやっぱり聞きたいのはですね、もう来週もう迫りました 12.25 葛西潤プロデュース興行ブラッドクリスマス2020、はいはい、こちらについてなんですけども、うん、なんとこの大会もうすでにチケットが完売しております。おーよよよよよ、ちょっとね、後楽園ホール今のご時世、はい、ね、メジャー団体でもそう、ね、なかなかないチケット完売じゃないですか、うん、はい、ね、まあ、いかはね、あのコロナ禍の中座席数を減らしているとはいえ、うん、その分ね、やっぱりあのそういうやっぱライブで見るのがまだ怖いっていう方もいらっしゃる中、うん、あのブラッドクリスマスは発売と同時に、うん、もう一気に勢いがついちゃってですね、もうファンクラブ選考の時点でもう3分の1はもうなかったんで、はい、本当に早かったですね、はい、でどんどん売れて、うん、でまあ、最後、まあ、何人かですね、うん、あの予約だけ入れて、あの、はい、チケット代振り込むのを忘れて、はい、そのままあのキャンセルになってしまう、飛行機とかにもよくあるやつですね、うん、申し込んだけどあの、うん、振り込み忘れてキャンセルになってしまうって方が何人かいたりとかしましたけど、うん、それで今現在ね、あのチケットは完売、うん、まあキャンセル待ち的な状況になってますけど、はい、はい、あのこんなね、うん、ご時世の中は超満員札止めの中で試合ができるっていうのは本当にありがたい限り、はい、と思います。はい、そんな中、プロデューサー、うん、自身のカード、はい、はい、おポスター出ましたね。おこのポスターですね、実はあのうちのスタッフではなくて、あのスペースシャワーネットワーク、スペースシャワー TV のスタッフの方がぜひ私に作らせてください、あそうなんだ、と名乗り出てですね、作ってもらったポスターなんですよ。おー、はい、なんかクリスマス感も出てるし、そうそう、葛西潤感も出てるし、ね、めっちゃ出てるよね。うん、その上であのこういうのができましたって僕に送ってきたんですけど、あの一つ確認したいことがあります、おなんか言われて、おなんかありましたって言ったら、あの葛西さんに勝手にサンタの帽子かぶせちゃったんですけど一番上、うん、あれ葛西さんブチ切れたりしないですかっていう質問が来て、
ブチ切れるわけないじゃないですかっつって、むしろ喜びますよって言って、うん、もう相当安心してましたね。ああ、もうブチ切れてますけどね。ブチ切れてますね。いや冗談冗談、はい、あの会見の時にも言った女性スタッフですよ、佐藤さんっていう、はいはい、ああ佐藤さんもやってくれたんだ、はい、やってが作ってくれたんですよ。いや、はい、素晴らしいですよこれはね、はい、なんかなんちゅうんだろう、こう年、まあクリスマス感も出てる、火災循環も出てる、うん、でこうこの血しぶきですか、うん、みたいのもあってこうデスマッチ感も出てるし、うん、なんかでもね白と赤のコントランスとっていうんですか、酔ってますか、ロレツ回ってるけど、はい、酔ってはいないですけど、はい、まあそれも出てて、なんか年末感も出てる、ね、すごい なんかちょっといいですね、いろいろ多分ね、うん、多分ね佐藤さん見てるね、多分ね見てるの、見てると思う、あのね、うん、なんならねこのスタジオなんか、ね、お住まいが近いらしくてね、そうだ、これだスタジオ見学にも来てるんで、うん、それぐらい今、ね、フリーダムズにのもうどっぷり使ってるんで、佐藤さん素晴らしいです、ありがとうございます、 お褒めの言葉入りました、ありがとうございます。はい、ではそんな葛西、プロデューサー、当日のカードは、はい、吹本健二と組んで作田敏行、植木貴之組、はい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 、で大日本プロレスと対談して、うん、まあ、フリーダムズ乗り込んできたわけですけど、うん、この2人に対しての思いというか、うんうん、なんかそれぞれありますか、うん、まあ、作田選手から、はい、作田に関してはね、やっぱ言わずもがな、もう今更葛西潤がどうこういう人間じゃないですよね。おお、なるほど。刺激、まあ武田と並んで、うん、まあ、葛西潤に刺激を与えてくれる数少ない日本人のデスマッチファイターっていう意味では、うんうんうん、ただ単なんていうのかな、この間の後楽園でね、うん、彼が大日本を対談して、はいはいはい、で、あ、いいなと、うんうん、だったらアンチェインに引き抜いちゃえと思って、うんうん、で、アンチェインに入れちゃえと思って、うん、カードを組んだんですけど、まあ、ものの見事に俺っちが裏切られたと、うん、ね、うん、まあ、それは想定外だったんで、自分の中でも、うんうん、まあ、作田として年寄りという人間は葛西潤と向かい合って、うんうん、まあ、なんていうの、魅力を爆発させる人間だっていうのはもう重々承知だったんで、まあ、それは良かったんですけど、うん、まさかこのタイミングで植木を連れてくるとは、あー、なるほどね、うん、俺っちでも思わなかったですね、うんうん、植木が登場したのはこれらの新木場かな、はいはい、うんうんうん、植木に関してはね、うん、自分が大日本プロレスにレギュラー参戦している時、彼はまだ練習生の立場だったんですよね、はいはいはい、デビューしてなくて、うん、で、まあ、でもね、練習生でも結構キャラが立ってたんで、あー、なるほどね、結構、うん、俺ちはいじって、うん、いじってっていうか、まあ、まあ、まあ、可愛がってた、うんうん、で、まあ、ザンギエフって彼のことを呼んだのも自分が一番最初だし、じゃあの髪型はそれがきっかけなのかな、のかな、ね、自分の中ではね、あのビクトル・ザンゲーフ、うん、昔あの新日本プロレスで、うん、レッドブル軍団ね、そうそうそう、うん、あれの胸毛、あ、そっちね、そうそうそう、うん、で、まあ、ザンゲーフ、ザンゲーフって呼んでたんだけど、うん、スト2のザンゲーフってわけじゃなかったけど、うん、まあ、とにかく可愛がってた人間で、うん、で、まあ、リング上ではもちろん肌を合わせたこともないし、うんうん、なんでいろんな意味で楽しみですよね。あ、試合じゃない、ないんだ。試合では間違ったことない。これ初対決なんだね。初対決、はい。そう、俺が大日本出てた時はやっぱ植木ってまだいなかったんで、僕は逆にそんなに思い入れがないというか、うん、まあ、作田もいなかったんで、はいはいはい、うん、その後に入ってきた2人だよね。うん、うん、まあでもね、この間フッキーがまあ作田に負けてるわけなんで。はい、ね、フッキーはフッキーでそれなりのやっぱね、うん、もうリベンジしてやるぞみたいな気持ちもあると思いますしね、はい、うんうん、まあ、ある意味フリーダムズアンチェイン対大日本チミドロって思われてもしょうがないカードだと思うんで、そういう意味でも、ね、見てもらった方がエキサイトできると思うんですよ、注目ではありますね、はい、うん、ちなみにあのこのカードのデスマッチ形式未定になってるんですけど、うん、はいはい、なんかこんなことやってみようみたいな、うん、やってやろうみたいななんかあったりするんですか、あ、プロデューサー的に。もうね、このタイミングだからここでもう形式発表しちゃいますよ、お、うん、はい、本当ですか、はい、あら、ええ、鳥越アズリエフメム、うん、毎週ですね、ええ、なんやかんやいろいろあって、うん、あの週刊プロレスにもファイティング TV 侍にも、うん、なんならフリーダムズホームページやツイッターにも載ってない情報がなぜかここからどんどん毎週発信されるという不思議なことが起きてるんですけど、ほうほう、じゃあこの
葛西吹本組対、うん、佐久田植木組のデスマッチ形式が今日ここで発表されると、はい、発表しちゃいます。お、はい、お願いいたします、はい、これはもう葛西純の独断と偏見ですけど、はいはい、レイン・オブ・ブラッド・クリスマス、うん、チミドロ・シメンソカ・デスマッチ、はいはい、どういうことでしょうか。これでいきます。はい、はい、要はですね、うん、レイン・オブ・ブラッド・クリスマス、クリスマスに血の雨が降る。おお、かっこいい。おチミドロス・シメンソカ・デスマッチ、はい、要はですね、うん、説明すると、うん、何にも決まってません。おあ、ネーミングありきね。ネーミングありき、たまにあるよそういうパターンね、うん、だからこれが、うん、なんちゅうんだろう、今までこうデスマッチ形式発表します、うんうん、発表しました、うん、で発表してその形式名を聞いてファンの人が、うん、あんなアイテムとこんなアイテムがあって、はい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 、なんとなくこんなデスマッチなんだなって想像つくと思うんですけど、うんうん、これはこの形式名を聞いて逆に植木と作田がこの形式名を聞いてどんなアイテムを用意するのか、なるほど、デスマッチセンスが問われる、問われる、はい、はい、それはやっぱフリーダムズ上がる以上はね、はいはいはい、うん、もう何ちゅうの、形式から、はい、うん、会社からこういう形式のデスマッチをやってください、ポンと丸投げされて、うんうん、はい、分かりましたってやるんじゃないと、はいはいはい、フリーになったからには、うん、葛西純とデスマッチで交わるからには、うん、デスマッチ頭を使えよっていう、なるほど、宿題ですよ。宿題だね、うん、これはもうね、どんなアイテムを持って使って登場するかっていうところからもう、はい、フリーダムズファンのなんかこう、うん、ね、こうなんかテストをされてるような、そうね、うん、はい、なるほど。だから、うん、そう、四面楚歌っていうぐらいだから、うんうん、まあ、植木と作田は2アイテムボードを用意すればいいんで、はいはい、で残りの2アイテムボードは、うん、自分と吹本が用意するんで、なるほどね、はい、まあ、もうそれでもう四面楚歌、うん、まさに逃げ場がない状況でのデスマッチになるわけですね、はいはい、これは相当楽しみですね、はい、では他のカードなんですけども、はい、他のカードについてもいろいろちょっとずつ聞いてみましょうかね、うん、はい、まずやっぱメインは杉浦徹、ね、うん、キングオブフリーダムチャンピオンシップス杉浦徹に武田正史が挑戦します、うん、はい、これに関しては何かありますか。これはね、もう、うん、今更葛西純が なんやかんや言うまでもないでしょう、うんうんうん、老害の源太郎みたいであだこうだ言うつもりもないですし、つもりもない、はいはい、言うつもりもないし言わせないカードですよね。おー、もう2人の中で物語は出来上がってるし、できてる、うん、シチュエーションは出来上がってるんで、うんうん、もう言わずもがないですよ。そうね、あ、すごい試合が、ね、うん、期待されますよね、うん、はい、これもやっぱちょっとじっくりちょっとリングサイドで見たいです ね、うん、ね、はい、お客さんの熱量とかも感じながら、うん、はい、控え室でモニター眺めてるようじゃちょっとなんかもったいないね、うん、もったいないけど、うん、でもある意味 これがメインイベントで、うん、やっぱメインイベントを葛西純プロデュースで、うん、葛西純がメインイベントを他の人間に持ってかれたっ持ってかれてね、うん、悔しさもあるんで、うん、まあ、ある意味作田植木がだけが敵じゃないですよね。なるほど、この2人が最大の敵かなっていう、はいはいはい、うん、そういう意識はあります、ね、うん、はい、ではですね、あと次は他にもタイトルマッチいろいろありまして、はい、マンモス・ビオレント・ジャック組対バラモン兄弟のキング・オブ・フリーダム・ワールドタッグチャンピオンシップ、はい、はい、こちらが、画像出ますか、はい、出ました、はい、東京砂漠ホームレス寸前人間廃業デスマッチ、はい、はい、どうですかね、ジャックさん相当怒ってましたけど、怒ってたね、この間怒ってたね、この間の会見でも怒ってたけどね、うん、こうなんだろうな、そのジャックを怒らせてるっていう点で、うん、もうバラモンに分があるのかなって思うんですよ、ね、おお、なるほど、うんうん、要はマンモス佐々木ビオレントジャック組っていうのは防衛回数相当重ねてますよね、うん、これがね11回目かな、うん、ですよね、うん、なんでそういうなんちゅうんだろうな、そんな強いチームの牙城を崩すにはなんか変化球を投げかけないとやっぱ勝てないと思うんですよ、はいはいはい、そういう意味ではね、こうバラモンっていうのはそういう変化球、うん、投げるのが得意なチームなんで、うん、逆に直球投げれないもんね、そうそう、うん、直球投げれないし、うん、投げるつもりもないし、ないしね、うんうん、なんでね、ちょっと
意外にもね、これはしかも形式が東京砂漠でしょ、うん、あ、バラモンがやる形式だもんね、うん、そうそう、うん、で今までクリスマスで東京砂漠行ったら、うん、まあなんだデスマッチトーナメントとかでもそうだけど、うん、第1試合でやってた形式なんだけど、そうだね、うん、これがセミ前でやると、うん、だからなんかバラモン側も相当気合が入ってるし、うん、これひょっとしたらひょっとするんじゃねえか、お、うん、いや葛西潤的にはそう思ってますよ、お、うん、なるほど、はい、これはちょっと、まあ、バラモンたちも、ね、うん、普段あんなんですけど、はい、本当に勝ちに来た時の、うん、ね、ピチッと型にはまった時とかなかなかすごい動き見せますからね、そうで彼らのすごいとこっていうのは、うん、誰に負けても不思議じゃないし、うん、誰に勝っても不思議じゃない、ああなるほど、うん、え、これはちょっと分からなくなり、そうそうそう、まあ、急に分からなくなりましたね、うんうんうん、はあ、へえ、なるほど、そういう見どころもありますね、はい、はい、ではもう一つ、UWA 世界ジュニア選手権ですね、うん、王者カムイ対、はい、挑戦者山下里奈、はい、はい、出ました、はい、山下がね、何を勘違いしたかちょっとね、可愛らしく映ろうとしてるんですよこれ、はい、いつまでその洗剤使うんですかって本人言うんですけどなんならついこの間撮ったばっかりですからね、あ、この間撮ったやつ、ついこの間撮ったやつは2021年はずっとこれでこの洗剤で行くんで、来年の年末で撮り直すまでは、心出しかなんか黒目がキラキラしてるように見えるんだろう、ね、何お前アイドル風に映ろうとしてんのっつってあの本人が来た時も散々言ったんですけど、もうやめてくださいっつって、いやいやいや、やめてくださいって、もう使ってくださいってことですね、ことだよね、どうですかこのタイトルマッチ、これはね、うん、お互いカムイも山下もアンチェインの同士だから、うん、非常に何て言うんだろう、どっちかに肩持つ意見とか言いたくはないんだけど、うんうん、自分的にはね、うん、今の勢いからしたら山下取っても全然不思議じゃないな、うん、とは思うんですよ、うんうんうん、むしろ山下取った方が面白くなるし、それもあるよね、うん、実際問題ね、うんうん、なんで、うん、まあ見てるお客さんはもうどんどん山下プッシュでお願いします、はい、うんうん、山下取った方がやっぱ面白い、カムイ防衛しても、うん、ああそうだねで終わるんで、まあまあね、うん、でもカムイはカムイで、この間の新木場でね、うん、試合終わってあのチャンピオンベルトをエプロンに忘れるという大失態をして、でそれを、おいケンジ何やってんだお前ベルト忘れなんてっつってすげえ説教してるのが僕らの控え室までバンバン聞こえてきたんで、うん、山下にめっちゃ怒られてたんでその上でそんな忘れるようなベルトだったら私が取ってやるよって言ってなんか、うん、ね、この挑戦表明があったぐらいだったんで、ね、それはまあその山下の気持ちもそうだけど、うん、もう言われ放題言われて何も言い返せにシュンとしてたカムイのなんか挽回もちょっと僕は見たい気がするんですよね、あ、本当、うん、俺はもう挽回見たくないなも, ういやもう山下にベル怒られて山下にベルト取られてもうシュンとなってる、うんうん、ケンジが見たいもういいとこないね、うん、いいとこないけど、うん、そっからでも上がるしかないから、ね、そこからね、一回本当に一番下まで落ちてね、そうそうそう、そこからね、そうそうそう、どん底まで落ちた方、落ちてもいいんじゃないかな、はいはい、はいはいはい、うん、なるほど、はい、アンチェインのボスは厳しいですね、はい、厳しいよ、はい、本当、うん、はい、じゃああとはですね、まあ時間がだいぶ落ちてきちゃったんで、あとまあ、はい、サクッとじゃ藤田実対スムユーヤのシングルマッチ、あ、これね、俺、はい、この間の新木場でね、まあ、前哨戦生まれてましたけど、うんうん、夢にも思わなかったですね、進むが直接藤田さんから取るなんて、そうね、おう、うん、ちょっとびっくりしちゃったんで、うんうん、確かに、しかも藤田さん、ね、某団体のデスマッチヘビーのベルト持ってるんでしょ、ね、まあ、そのこの時の試合がデスマッチじゃなかったとはいえ、とはいえ、とはいえ、うん、まさかね、うん、そんな取りこぼしじゃない、うん、ある意味、はいはいはい、ね、そんなところで負けるかなと確かに俺も思ったね、そう、でもあのデスマッチヘビーとはいえ、うん、藤田さんって何でもできるんで、うん、逆に、あ、そうね、うんうんうん、まあ通常形式とはいえど、うん、取られるみたいな、うん、ちょっと藤田さん以上に俺が悔しかったんじゃないかな、なるほどね、うん、まあでもその場で藤田さんの方からもう次シングルやれって多分言って決まったカードなんじゃないかな、確か、うん、で藤田さんもいつもひょうひょうとしてるけど、うんうん、そんな向きになって俺とやれとかっていうタイプじゃないもんね、まあまあそうだよね、うんうんうん、相当なんかクソ やられたみたいなのがあったんだろうね、うんうん、
とそうね、アンケイ側からしたらやっぱ藤田さん負けてちょっとびっくり悔しいっていうのはあるけど、うん、フリーダムズの人間として言わせてもらえば進むよくやったかもわかんないね。そうだね、うん、これはある意味本当、うん、どっちが勝っても負けてもって感じのシーンで面白いんじゃないですか、うんうん、またいつもと違う藤田実が見れる可能性もありますし、はい、まあ、進む余裕は多分相手が誰であっても自分のスタイルは絶対崩さないと思うんで、はいはい、うん、それに藤田さん、ね、藤田実が合わせるのか、うん、それともまた違う変化球を見せるのか、はい、まあ、いろんなちょっと注目がの仕方があるかなと思います、はいはい、ではもう一試合、オープニングマッチを飾ります6人タッグマッチですね、はい、はい、やっと私ここで出てまいります。はい、はい、画像お願いします。ドン、来ました。はい、ここはですね、やっぱ正岡大輔の違います、はい、バラモンではありません。はい、ここでやっと正岡大輔がまたね復帰をします。はい、はい、いかがですか。そうね、まあなんて言うんだろう、パワーバランス的にはね、本当、うん、なんて言うんだろう、どっちのチームが勝っても負けてもみたいな感じなんで、うん、勝敗が読みづらいとは思うんですよね。そうね、うん、うん、ね、まあこれ第1試合オープニングマッチとはいえど、うん、見どころがね、こう通好みな見方すれば見どころが結構満載なんですよ、うん、正岡大輔の、ね、そうね、うん、ね、武田正史とあれだけの壮絶な試合やって、うん、小欠場になって、うん、どれだけ回復してるのかと、うんうん、で、まあ、赤レンジャーズ対決も見れますし、はい、あの高岩さんと平田の、ね、ね、肉弾戦、うん、ゴツゴツしたぶつかり合いも見れるでしょうしね、うん、はい、リブレだけちょっと、ね、リブレの名前が全然出てこないけどでもリブレからすれば、はいはい、僕久しぶりに平田とリブレがこう、うん、敵対するかなっていうのもあるんで、うんうん、でやっぱ平田今やっぱグイグイ来ちゃってるのは多分、ね、はい、一応先輩としてリブレは相当悔しい思いをしながら見てきたと思うんで、まあ、でまあ復帰して、ね、ジュニアのベルト挑戦とかもしてましたけど、はいはい、まあ、ね、リブレのその気持ちが僕は見たいなっていう、まあ、対戦相手としてその気持ちを受け止めたいなっていう気持ちはありますね。た、はい、だからここでね、リブレが何だろう、ある意味で自己主張しないとちょっとこの先危ういかなっていうのは俺は思ってるんだよ ね、 だね、逆にね。だからなんか奮起してちょっとね、リブレやっぱフリーダムズにいねえと、ダメだなじゃないけど、うんうん、そういうのをちょっと感じさせてもらいたい、うんうん、まあ、こっちチームからすればね、もういざ勝ちに行くとしたらもうリブレ狙うしかないからね。そうだね、うんうん、あと頭のおかしいおじさんもいるし、社会人でいますけど、うん、ね、うん、源ちゃんの気候にちょっとこちらね、うん、惑わされないように、そうね、それは気をつけないと、気をつけないとね、まあ、結構そういう意味ではね、いろんな意味で面白い見どころがあるカードなんです、はい、なるほど、さすがですね、葛西プロデューサー、はい、全試合もうどれも見逃せない試合が続きますね。そりゃそうです、はいはい、これをぜひ皆さんね楽しみに、まあ、12.25 もうね、チケット完売してるので、はい、チケットをお持ちの方しかもちろん見れませんけれども、勝ち組ですよ、チケット持ってる人は、はい、本当ね、これねすぐ押さえた人本当勝ち組だと思います、うん、はい、でももうなくなるよって言われてから慌てて申し込んで、すいませんなくなりましたってお断りしてるのも何件もあるので、はいはい、もういかにこれは決まって発表されて発売されたと同時にすぐ押さえるか、うん、ね、葛西プロデューサーは絶対面白いものを提供しますので、はい、はい、本当チケットを押さえた人は勝ち組ということで、ぜひ1週間これ、ね、あと1週間を楽しみに待っていてください。はい、以上で 12.25 コラケンホール大会に関する、お知らせでございました。ありがとうございます。はい、次はですね、先日、スペシャル TV 本社にて、記者会見で発表されました葛西潤重大発表のその1、はい、葛西潤自伝クレイジーモンキー純火災ヒストリーでしたっけね、なんかその発売に関して、うん、ちょっとお話を聞いてみたいと思います、はい、この自伝がね出るってなった時はどう思いました。うーん、なかなかねプロレスラーでも、うん、まあ最近ちらほらありますけどね、うん、うん、本当に選ばれし数人しか、ね、はい、ないものだと思うんで、うん、なんだろうな、こう自分の人生を振り返ってみて、うん、なんかまあ果たして他人から見て面白い人生なのか、うんうん、なんか奇天烈な人生なのかって思ったわけですね、うん、
思った時に、うん、あ自分の人生はなんかちょっと特殊な人生だなと、はいはいはい、なんかキテレツで奇想天外な人生だったんじゃないかなって思ったんで、うん、まあそれを書籍化にするのはすごい、うん、なんか抵抗語とかそういうのはなかったですね、うん、いろいろあの読んでほしい事前になるなと思ったんで、うん、もう2つ返事で OK しました、うんうん、最初はねあのネットでねあの、はい、流していて、ね、そのネットで流したものがちょっともう膨らんで、うん、さらに書籍化されたもので後半部分はネットにも出てないのかな、はい、出てないです確かね確か伊藤隆二との対戦、うん、2009年の伊藤隆二との対戦以降は出てないんで、うんはい、この書籍にはバッチリもうそのなるほどじゃあ後半部分は誰もまだ読んでない読んでないやつですねはい、はい一応ねその編集部側から、うん、そのネットの方のね、うん、あの自伝を、はい例えば今日何時からこれをあげますっていうのが一応事務所に連絡来るんですよ、うん、で一応目を通していただけますかって言われて、うん、でこう一応事務所に来たメールをさーっと読まさせてもらうんですけど、うん、それがもう仕事を忘れて読んじゃうんだよね、うん、もう読み入っちゃってでねあの自分も関係ある昔の話とか、うんうん、それちょいちょい出てくるし、はい、やっぱあんとあこんなことあったなとか、うんうん、あの時笠井こう思ってたんだとかいろんなことを思いながら読めちゃうんで、はいうんうん、完全仕事を忘れてもすっげえ食い入るように読んじゃったりとかして次第2章まだかなとか第3章まだかなとか楽しみに待つようになっちゃって、うん、それでもう今度書籍化、はいね、もう僕も楽しみでしょうがないですね素晴らしい、はいこれはですね、来年1月15日から、はい、あの一般書店に並ぶ予定でございます、はい、ただですねこれも勝ち組ですよ12月25日ブラッドクリスマス後楽園ホール大会、ね、こちらで、会場内で先行販売をします、はいはい、これはもうブラッドクリスマスのチケットを持っている方しかもちろん買えません会場内なのではい、はいで一応部数はまだはっきりわからないんですけど、うん、一応数に、まあ、余裕はあるので、はい、あのこの本を手に入れたいがために例えば階段を猛ダッシュしたりとか、うん、エレベーターをもう人を押しのけ、うん、乗り込んだりとか、うん、そういうことは絶対しないでください、はい、あのなくなりませんの で,、はい、でこの日に関してもあのこの出版元の、リアルサンドで出版元の方が来て、販売してくれますで、そこにまあ例えば笠井純サイン会とかですね本当だとやりたいんですけど、まあ、それをやってしまうとやっぱりすごく密になってしまうのでそれはとりあえず今回は見送らせていただきます、はいはい、12月25日のブラッドクリスマス後楽園ホール大会の売店でね販売しますので、今のところ予定では、会場内ロビーの、喫煙所あるじゃないですか喫煙所後楽園ホールの、はい、お客さん用の喫煙所たまに玄ちゃんも使ってる、うんうん、あそこの前ぐらいで一応販売する予定なので、はいまあ、絶対会場内走ったりとかですね、うん、もう人をどついたりとか絶対しないでですね、はいはい、なくなりませんので多分、うんはい、なので焦らず、ゆっくり歩いて並んでお買い求めください、はいはい、一応今日はあのそのリアルサウンドからご連絡いただいたんですけど、うん、あの一応本が1700円なんですね、うんで1700円で当日はそれにあの多分笠井純のなんかかっこいい写真をつけて、はいはい、それで2000円ぴったりで販売する、うん、そしたらまあお釣りも出なくて、はいまあ、お互いに楽でしょうってことで、はいはい、2000円ぴったりで販売するということだったのでこのね、はい、写真がですねおこれ見せてもらったんですよ俺っちは、うん、さっき、うん、LINE が来てリアルサウンドさんから、うん、自分の写真がはい、うん、これがですね今までにない、うんうん、なんちゅうのこれ笠井純の生写真というか、うん、そういうのがちょっとこれはね期待しててくださいお笠井純を自分自身が見てもおこう来たかとなるほど、うん、もう限定ですからね後楽園限定なんでそうね後楽園で本当並んで買った人だけしかその生写真入らん、うん、手に入らないんで、はいうん、ちょっとねびっくりな写真ですよこれは走らないでくださいって言ったらみんな走っちゃうやつだねこれね走らないでくださいよ走らないでくださいね、はい、なくなりませんから、はいはい、とりあえずあのね後楽園大会のチケットと2000円を握りしめて、はい、ゆっくり歩いて、
エレベーター乗って売店に向かってください、はいはい、ただファンクラブに入っている方、ね、ファンクラブ選考があって今回の大会はファンクラブ選考20分取ってます。いつもだったら10分だけなんですけど今回倍取ってます、はい、なのでファンクラブに入っていただいている方は、うん、あの一般の方よりも20分早くな、うん、あの会場内に入れて、うん、20分早く並べて、はい、でしかも誰よりも早く本が買えますし他のグッズも買えますので、はいね、火災送風も買えますので、はいはい、ぜひですねまあ、ブラッドクリスマスなんで白コスバージョンが一番ね、はい、いいんじゃないかなと思います、はい、その辺もですね踏まえて、皆さんブラッドクリスマス楽しみにしていてください。はい、これまたね眠れない夜が続きますね。はい、はい、寝かせねえよ。寝かせないね。寝かせないよ。はい、ね、では続きまして、これももう一つ葛西潤からの重大発表のその2でしたね。はい、葛西潤ドキュメンタリー映画共演の公開。いはい、これはさすがにね、うん、皆さんびっくりしたんじゃないですかね、うん、はい、なかなか自伝まではちょっと何人か過去にもいたと思うんですけど、はい、ドキュメンタリー映画になったプロレスラーっていましたかね、うん、誰かいる本当ね。ちょっと俺も思い当たらないけど、うん、しかもこの、ね、これその最初の煽り V の一番最後の部分なんだけど、うんはい、この V もまあまあなんかいろんな葛西潤が散らばめられてあって、はいはい、なんかもうワクワクする V だったね。うん、うん、これが最初僕のところにスペーシャーから届いて、はい、こんな V 作りましたって見て、うん、おすごいっすねって言って、うん、これ葛西さんに見せますって聞かれて、でちょっとお互い2人悩んで、うーん当日にしましょうって言って、で向こうもそうしたかったらしいんです、はい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 、うん、記者会見当日に見て、うん、それで感想リアクションを見たいっていうことで、うんうん、でもう隠して当日見てもらったんですね。いやでもねこれはですね、うん、まあ今ね、あ川口監督、うん、画面に映ってる川口監督ですか、はい、まあ最初に会ってね、うん、実はこういう感じで葛西選手のドキュメンタリー映画を作りたいんですけどって聞いた時に、うん、俺って痛快ビッグダディファンだったから、おー、まあ、あそう言ってたね、そうテレビで痛快ビッグダディをもう見てた人間なんで、うん、いやいやドキュメンタリー映画ってまあああいうのでしょと、うんうん、要は家の中に入り込んで、うん、夫婦喧嘩してるとこを映してとか、はいはいはい、そういうビッグダディみたいなこと俺できねえよ、はい、だからちょっと NG だよって、うん、何回か、ね、そう断ったんだけど、うん、まあ熱意に押されて、うんうん、いやそういうのじゃないんですよ、うんうんうん、やっぱり人間葛西潤はもちろんだけど、うん、プロレスラーデスマッチファイターとしての葛西潤を、うん、の背中を追って、うん、なんかもう映像に残したいんです、うん、みたいな感じだったんで、うん、あそういうのなら OK だよっていうことで2つ返事で OK して、はいはいはい、まあ約1年以上そうね、うん、追っていただいたんですけど、うん、まあ濃いそうね内容になってると思います、うん、まだ完成形は見てないんだから、うん、こっちも、はい、まだね完成してないんですよこれがね実はね、うん、エンディングは迎えてないですよ ね、はい、まだね川口監督も多分今どう、うん、オチをつけようか多分すごい悩んでると思うんだけど、ね、そうね一番みんなが納得するオチっていうのは、うん、俺がなんか突然交通事故で死んだりするのが、うん、いやいや一番ダメだろう、ね、納得するあこのエンディングはしょうがねえなと、うん、涙流さずには見られねえなって、ね、なると思うんだけど、うん、そうはいかないんで、うん、俺知らないんでね、うん、結局だから川口監督も何がすごいって、うん、プロレスを全く知らないんです。そう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 、うん、プロレスを全く知らないし、うん、とりあえずこの大会をカメラを持って来てくださいって言われたのが、うん、去年のブラッドクリスマス。そうだね。で何が起きるって何が目の前で繰り広げられるかなんか分からず、うん、とりあえずカメラだけ持って、はい、いきなりあれを見せられて、そうだね、とんでもねえところに放り込まれたなって思ったらしいですけど、うんね、それでも、まあ、逆を言うと、うん、大のプロレスファン大の葛西潤ファンだったら、はい、やっぱここまで追えなかったかもしれないね逆にね。あ、うん、そうかもね、うん、また違うテイストの映画になってたと思うね。いや相当苦労されたと思います、うん、川口監督自宅にもね行ってたでしょ、うん、あと事務所にも行ってたし、あと、ね、巡業バスに乗ったり、うんうん、よく車でも一緒に移動したもんね。そう、あと、うん、なんだ俺っちがこうトレーニングしてるところにも来たし、うんうん、あと病院
ヘルニアになっちゃった時の、病院にも来たし、なんなら嫁さんと買い出ししてるスーパーでもこう隠しの瓶で持ってたしね、ある意味なんかストーカーだったよね1年以上まあまあそれだけになかなかこうファンの方が目にすることのない、そうだよね、映像も撮れてるし、濃い映像が撮れてるんで、もうぜひぜひ楽しみですね、劇場で見ていただきたい。これはですね、本当にあの映画制作ってやっぱりすごいお金がかかるんですね、すごいお金がかかる上にその制作費をですね、まあ、もうスペースシャー TV もそうですけど、はい、この株式会社プレスリングフリーダムズも、一部払っておりますので、はい、完全にこれは社運をかけております。マジで、はい、この火災映画がずっこけてしまったらもうフリーダムズ大変なことになります、はい、あ、じゃあ、はい、ぜひ皆さん、はい、お誘い合わせの上、はい、もうねこれ相当面白いものが出来上がると思うので、うん、もう1回と言わず2度でも3度でも、そう、ね、はい、もうみんなねお友達家族いっぱい連れてですね、はい、ぜひ見ていただきたい、うん、でプロレスに興味がないデスマッチ何それっていう人とかにも、うん、ぜひ見ていただ見せていただきたいかなと思いますね、はいはい、ぜひ皆さんこちらもよろしくお願いします。はい、こちらの映画はですね、新宿あと大阪心斎橋から、来年5月、こちらですね、来年5月から、ロードショーがスタートします。で新宿大阪心斎橋からスタートして、そこから日本全国、まあ、主要都市を中心に、全国を一応回る予定です。でうまくスケジュールが合えば、どこかしこで、笠井潤が舞台挨拶なんかをする場も一応か、うん、いや作ろうと思ってますので、はいはい、その辺も含め楽しみにしていただけたらと思います。はいはい、今のところね、あの映画館で売る火災順グッズなんかも一応考えてたりしますので、うん、はい、それはあのプロレス会場では買えないもの、はい、映画館じゃなきゃ買えないものになると思いますので、はい、その辺も含めて皆さん本当に楽しみにしていただけたらと思います。来年5月です。はい、自伝本は1月、はい、映画は5月、はいはい、もう来年が楽しみでしょうがないですね、はい、皆さんこちらも両方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さ あ, あそんな感じですね、うん、もうちょっとだけ時間があるのでプライベートのこともちょっと聞いてみていいですかね。はいはい、はい、コタオちゃんお元気ですか。ああ、ジプシー・ジョーですね。ジプシー・ジョー、はい。もう元気、元気、元気がありすぎて困ってますね。なんか映像ってか、ね、うん、SNS ではちょいちょいね、見るんだけど、はい、ね、あのやっぱコロナになって、実際会ってないから、しばらく。前はよくね、抱っこしたりとかしてたんだけど、うん、しばらく会ってないからね、うん、なんか会いたいなと思って、大きくなったでしょ。はい、いやー、もうずいぶん大きくなってね、うん、体重も13キロぐらいあるのかな。まあ、やんちゃですね。うん、しゃべる？まだね、片言かな、うん、あ、まあまあそうだよね、うん、うんうん、まあ3歳だからちょっとね、まあ歩くにしろ、寝返りするにしろ、うん、ハイハイにしろ、捕まり立ちにしろ、ちょっと周りの子に比べて遅かったんだけど、まあ、まあ喋るのはだいぶこっちが言ってることとかは理解してるんだ、まあまあまあやんちゃです、まあね、何してても可愛い頃だよね、可愛い、本当可愛いもうね、なんかね、映像見てるとね、お父さんっていうのもおじいちゃんだよねほぼ、はい、沼澤明と一緒にするんだよ、ほんと孫を抱っこしてるような感じで、なんかすごくほのぼのさせられますね。まあね、もう44の時の ね、うん、2人目遅かったからね、そう、子供だからね、うん、クリスマスはなんかプレゼント考えてるんですか。あ、もう今日買ってきますよ。お、もう今日早速買ってきた、うん、アピッター長津田店で買ってきましたよ。お、でもこれでもコタちゃん見てるかもしれないから言わない方がいいだよね。いや、もう寝てるよ。寝てるか、さすがにアンパンマンのね、なんかレジスターデラックスっていう、今アンパンマンがドストライクぐらい、ね、もうドストライクだね、あ、年齢的にね、なるほどね、それはじゃあ楽しみですね。その辺はもう、ね、うん、ブラッドクリスマスの楽しみとは違う、ね、本当のクリスマスの楽しみだね。そうね、うん、だからもう結構ね、25日はブラッドクリスマス、26日はトリプルシックスって結構お忙しなんで、うん、もう24日、うんうん、試合前にね、もうお家で、うん、プライベートをしっかり過ごしてね、そうそう、あの家族で盛大にクリスマスパーティーしてね、して、うん、飲んで飲んで飲みまくって試合前に翌日の試合、あ、やべ、二日酔いだってぐらいの方が、
もうサクタ、ね、植木ハンデだよ、メーラでハンデやるよ、これ千鳥足で入場するからね。そうだよ、うんうん、多分吹本さんも千鳥足だと思って、うん、吹本さん毎日だからね、毎日毎日、うん、なるほどね、はい、じゃあ その辺も含めて、クリスマス非常に楽しみですね。はい、はい、では、この辺でですね、プロレスリングフリーダムズの前売りチケット情報、はい、こちらのお知らせをしたいと思います。はい、2020年は年内残すところ、もちろん12月25日金曜日の笠井純プロデュース工業ブラッドクリスマス2020後楽園ホール大会のみとなります。はい、こちら大会は先ほども言いました通り、全席種が全て完売いいよ。はい、でこのコロナ禍の中ですね、立ち見席もしくは、席の増席なども一切できませんので、もうこれで、完全に完売札止めでございます。もしここからですね、キャンセルが出ましたとかもしあれば、また公式ツイッターでお知らせはしますけれども、まあ言ってもそう何枚も出るものではないと思っていてください。はい、もしね、まあ完売になったので、まあ、何かしらの、映像配信等も一応考えております。はい、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。はい、あと来年2021年に入りまして、フリーダムズの新年年明け一発目は、早くも1月2日新木場ファーストリング大会、こちらが昼興行となります。はい、こちらから、新年を迎えます。その後1月21日も新木場ファーストリング大会、1月は新木場が2回ですね。はい、こちらも、フリーダムズの公式ホームページチケット予約フォームにてチケットを販売しております。またチケットピアでも、絶賛発売中です。どちらかでチケットぜひご購入ください。 1.2 の方もですね、だいぶ、少なくなってきておりますので、お正月興行も、チケット欲しい方はお早めにお願いいたします。はい、あと2月に入りましたら、まだこちらで、ね、チケット発売しないんですが、2月 2.9、 2月9日に火曜日には、2021年初の後楽園ホール大会がございます。こちらはですね、あさって12月20日ですね、あさってに、ファンクラブ選考を行います。ファンクラブ選考予約があって、で12月25日の後楽園ホール大会にて会場先行発売、はい、そして翌26日からフリーダムズ公式ホームページにて一般販売となります。はい、やっぱりね、後楽園ホール大会いい席で絶対見たいってことは、ぜひファンクラブに入ってファンクラブの先行予約でチケットをお買い求めください。はい、よろしくお願いいたします。はい、チケットに関してはとりあえずそれぐらいですかね。あと、年末12月27日にですね、フリーダムズ、なんだっけな、ダムズの祭典2020と題しまして、まさにこれです。はい、神保町にありますですね、フロントデュシャトンっていうお店でですね、フリーダムズの、まあ、グッズ販売、チケット販売並びに、ファンサービス、ね、今まで、コロナ禍の中フリーダムズは会場でのファンサービスを一切行わずにやってまいりましたので、ここでね、このお店を貸し切って、もちろん感染症対策をしっかり行った上で、ファンサービスを少しずつ、解禁していきたいかなと思っております。はい、当日はですね、グッズ並びに、チケットをいろいろ用意しておきますので、買っていただいた方には、何かしらのサインを入れたり写真を撮ったりいろんなサービスをしたいと思います。ちょっとこれ下の方行けます。はい、この、ね、イベント特典、はい、まずフリーダムズ所属メンバーの、キーホルダーを購入いただけると、その選手とのツーショット写真が撮れます。はい、ツーショット写真が撮れた上にもちろんキーホルダーももらえます。はい、あとバッチくじ、これは500円なんですけども、くじなのでガラガラガラポンと当てたくじが誰が出てくるか分かりません。はい、で500円で出てきた、バッチの選手とのツーショット写真がこれも撮れます。あともう一個ですね、今コインケース、こういうね、チャックのビーっていう小銭を入れるコインケースを、各選手分、所属選手分作っております。はい、これはですね、チャックで開けれるようになっているので、で、そのチャックを開けると中に選手の私物が書かれた紙が入っているので、で2000円出してコインケース買ってチャックを開けて中から出てきた紙に書いてある選手の私物がもらえるという、はい、これはレアじゃないですか。もちろんコインケースももらえますね。お、はい、なので、コインケースに、選手の写真がプリントされてます。はい、あ、じゃあ笠井純のコインケースください、2000円払います、うん、で笠井純コインケース
ビーって開けて中パッて見たらドラゴンリブレの T シャツっていう可能性もあるんですね。はい、まあ、それをね良しとするか残念と思うかはもうそれぞれ皆さんのね、感覚だと思うんですけども、そういう感じのなんかゲーム性をね楽しみながらちょっとイベントに参加していただければなと思います。はい、で各30分ずつで 5名ずつの参加になるので、まあ、短い時間ではあるんですけども、限られた、ね、時間の中で、選手との楽しい時間を、過ごしていただければと思います。まあ、下に注意事項も書いてあるんですけども、もちろんマスク着用検温などもさせてもらいます。その上で、店内お店なんですけど飲食は一切用意しておりませんので、はい、お腹空かせてこないようにしてください。でアルコールの販売ももちろん一切ありませんので、はい、その中での選手との、こう触れ合いを楽しんでいただければと思います。はい、こちらの予約は明日、はい、明日の、朝、朝か昼ですね、昼12時からまたファンクラブ選考します。でファンクラブ選考で満員にならなかったら一般にも予約を受け付けますので、はい、ぜひこちらも参加をよろしくお願いいたします。はい、もうあっという間でしたね。はい、あっという間でしたね。さっきからもあと5分というね、圧がバンバン来てますこちらに。はい、さあラスト5分となってしまいましたが、はい、では、今日ねゲストに来ていただいた葛西潤選手、まずじゃあ年末ね、まあ、あとはブラッドクリスマスの他にも、はい、トリプルシックスがあったり、はい、あと伊藤隆二のトークショーもあったね。あ、27日ありますんで。いや8でしょ。あ、28だっけ。28か。ブラッドクリスマス、トリプルシックス、このさっきのダムズの祭典で伊藤隆二と、ね。あ、そうだそうだそうだ。はい、危ね危ね危ね、はいはい。なんか待って、まだまだね年内忙しいですけど、はい。はい、それとあとまあ来年に向けてですね、うん、何かここでちょっと意気込みなどを一つお願いできますでしょうか。意気込みですね。はい、まあいろいろありますよ。本当ね、もう言えないぐらい。言えない。言えないぐらいあるけど、一つアピールさせてもらえるなら、はい、要は12月25日後楽園ですか、うん、メインイベント、うん、杉原徹対武田正史、はい、俺的な、希望を言えば、もうぜひとも武田にベルトを取ってもらいたい。お、うん、そして2月の後楽園、うん、まだノープランでしょ、白紙でしょ、全くノープランだ ね、うん、メインイベントが何やるとかって全く決まってないでしょ、うん、だったら武田が12月25日杉浦からベルト取って、うん、で2月のホールドを俺っつってやれと、お、うん、言いたいよね。来た来た、うん、これで杉浦が防衛しちゃったら、うん、ね、俺っち負けたばっかりなんで杉浦に。あ、なるほどね、うん、挑戦し、うん、させろとは言えないんで。しかも杉浦から取られてるしね。そうそうそう、取られて防衛戦負けて、うん、またすぐやらせろとやっぱり言いにくいと。言いにくい、はい、いや勝て、やれば勝てると思ってるけど、うんうん、ちょっと言いにくい、ね、うん、あの状況なんで、うん、ぜひとも武田に取ってもらって、それだったらチャンピオン変わってくれと。そうそう、2月に武田とやりたい。なるほど、抱負というか願望だよね。願望だね、完全な願望だったね、はい、はい、なるほどですね、はい、ではそんな来週12月25日はなんとですね金曜日なんですね、はい、金曜日ということは、この鳥越あずり FM の曜日でもあります。はい、まあ、来週ねどんな感じでお送りしようかなってのはまだちょっとこれからの話になってくるので、うん、またね固まりましたらツイッターホームページ等でお知らせしますけれども、まあ、何かしら、ね、せっかく後楽園大会終わったばっかりの時間帯でもあるので、うん、何かしら皆さんにですねホットな情報をお送りできるような形をとりあえず探ってみようかなと思っております。はい、最悪家が近いね吹本健二を一人で放り込みます。最悪じゃないですよ、それは ビッグなプレゼント。ビッグなプレゼントか、はい、クリスマスプレゼントですね。吹本さんに一人で50分喋ってもらいましょうかね。それだったら俺っちもう責任重大だよ。吹本さんをなんとか生きてリングから下ろして、うん、そうだね、うん、でここのスタジオまで送り届けないといけない。そうだね、責任重大です。そうだね、もうそんな、じゃあそこへも含めて楽しみにしてください。はい、もう放送の時間帯にね、吹本健二はじゃあ鳥越あずりにたどり着けるのか。そう、はい、背中にハサミが刺さってこれませんなんてことのないように、はい、頑張りますんで、まあ、俺たちもそうね、頑張りましょうね、はい、はい、ではそんな感じでですね、もうフリーダムズ年末年始もほとんど目が離せませんね、はい、はい、ぜひ皆さんバッドクリスマスももちろんですけども2021年も、目いっぱいプロレスリングフリーダムズを応援してください。はい、はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
それでは、また来週以降もですね、この毎週金曜夜10時にまたここ鳥越あずり FM でお会いしましょう。はい、はい、今日も皆さん最後までありがとうございました。また来週。